小川スカブリッジ、はい、はい、こんにちは。こんにちは、ちっちです。しょうちゃんです。小川スカでーす。いいね、テンション高め。うん、ちょっとね、今回からちょっとテンション上げていこうと思って、暗いかなと思ってね。テンション上げて笑顔でいきましょう。はい、怖っ。はい、ではですね、ただいま動画を見てもらいました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。前回、宗像大社でお宮参りの分を、はい、しょうちゃんが撮ってくれた分ね、はい、あれが結構ご好評だったので、うん、今回は、うん、しょうちゃんの大の仲良しのあっくん、山田明人選手ですね、うん、の動画を、はい、ちょっと今回はアップさせていただきました。イエイ。じゃあしょうちゃん、はい、彼がですね、去年ですね、去年かな、去年ですね、北九州に帰ってきた時に日常の明人の方を撮影させてもらいました。まあ今回はもう Vlog っていう形で VTR ブログ、略して Vlog なのかな、わかんないけど、もうね、これはね、東京とかではもう大流行りっていうか、もう当たり前みたいな感じなんだよね。ちょっと北九州遅れてまーす。僕は前回宗像大社の方でお宮参りを撮らせてもらったんですけど、今回は、個人、あくまで明人個人の方を、撮影させてもらいました。プライベートの笑顔が映ってると思います、うん、はい、はい、ということで、はい、まだね、今ラグビーもなかなかコロナの影響でね、うん、一昨年かな、はい、ということは一昨年かな、うん、一昨年ね、うんうん、日本で開催されたね、ワールドカップが、うんうん、で日本ね、がすごい盛り上がって、うんうん、フィーバーしたね、うん、年だったと思います。はい、多分ね、またコロナが落ち着いたら、うん、またね、ラグビーもまた大盛り上がりになると思うので、うん、ちょっとね、その時がまた来たら、うん、みんなで応援をね、していただければと思います。はい。うん、なので、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。小川スカブリッジ。